わかんない。あ、なんか、旅する足。ビルバオに到着しました。イエーイ、ほぼ時間ぴったらね。はい。じゃあ、今から宿に向かうんですか。はい、宿に向かいます。はい、ビルバオのバスステーションは綺麗ですね。うん、綺麗。下にありますね。うん。なんか25分歩くのってだいぶ短く感じてきたよね。うん。うん。最初の頃結構しんどいと思ったけど。結構あった。入る人はゲーピースいるんだね。24度3分24度3分24度3分なんだろう。開けてる。おいおい、言って言ってた。まぶ、油断するとすぐ置いてくれな。油断するとすぐ置いてかれる。結構都会だね。都会な感じするよね。スペイン北部のバスク地方の中で最も大きい都市ビルバオ。近代的な建物やさまざまなアートを街中で楽しめる芸術の街。美食の街としても知られ、素敵なレストランやバルがたくさんあります。宿に荷物を置いて観光スタート。宿のオーナーがおすすめしていた建物、なんか中に3つの建物があるって、ビルディングが入っててサプライズって言ってた。もう言ってないけど。サプライズとは言ってないよ。なんか面白いよ。うん。みたいな。建物の中で建物がある。うん、なんか柱が面白いね。うん。ミュージアムとか。何？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 かわいい。これてか、もうここが席なんです。うん、ここでお酒頼んで、食べたいの頼んで、え、これ美味しいかも。めっちゃ美味しそう。え、これ美味しそう。何かわからないけど。この辺も美味しそう。本当だ。これチョリソかなんかな。あ、これチョリソかな。ティピカルソーセージオブザバスクカントリーって書いてある。いいじゃんこれ。うん、いや、これ頼む。いや、もう一個こっちで多分撮ってると思う。なんか、うん、好きなの。あ、うまい。うまっ。うん。うまなんかチョリソやっぱちょっと違うな、こっちのチョリソは。しっとりしてるっていうか。落とさんように。うん、美味しいよね。うん、こっちのチョリソ美味しいな。うん、なんかしんなり、なんかじっとりじゅわってくる皮が、うん、しっかりしてる。
ちゃ美味しいよ。イカスミだね。イカスミ。めちゃめちゃうまいよ。え、これめちゃくちゃ美味しい。モノグラタンと他に3種類あった。全部で4種類あった。これやばいかも。モノグラタン褒めてる人なんかめっちゃ見た、インスタで。あ、そうなんだ。これめちゃくちゃ美味しいもん。え、めちゃくちゃ美味しい。めちゃくちゃ美味しいよね。ミンチョスは、これがビルバオとかこういうのをピンチョスって、あそこちっちゃい、はい、ピンキャルノス、はい、ピンキャルノス、はい、ピンキャルノス、こういうのをピンチョスっていう、あ、そういう、こういうね、なんか一個ずつのこういうなんかパンとかの上に乗ってるやつとかをピンチョスって言って、で、これはあのビルバオとかサンセバスチャンとかスペインの上の方、バスク地方の方でよく食べられる有名な料理だそうです。で、前になんかバルセロナ行った時もこういうの食べたことある気がするよな。これ何かわからんのだけど、マッシュルームかな。マッシュルーム違う、わからん、ミートボールとかかなと思ったけど、え、何これ。なんかでもちょっと思ったよりふかふかしてた。わからん、何これ。美味しい。あんまり。このイカ美味しい。イカすごいね、しっかりちっちゃいイカがドンって乗ってる。うん、これが一番美味しいね。一番美味しい。これ。これがダントツ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。次のお店に向かいます。どんどん人増えてきた。うん。コーヒー飲んでる人もいた。今7時。まだスペイン人の夜ご飯には早い。前菜だね。あのスペイン人は昼飯を3時過ぎに食べる。すごい。あ、もうこの辺もだね。うん。お店がいっぱいあるわ、ここら辺。ラ。みんなコーヒー飲んだり、ビール飲んだり。うん。同じ店でコーヒーとビール飲んでるってなかなかないよ、日本。なかなかない。え、名前カフェなの？カフェなの？ね。カフェいる。あ、奥にもずっと続いてる、これ鏡じゃないよね。奥にも続いてんじゃん。え、続いてる鏡。あ、美味しそう。サーモンのやつあるよ。本当だ、美味しそう。さっきよりなんかちょっと美味しそうかも。ちょっと綺麗だね。うん、小切れ。サーモン、これ上何？キノコじゃない？フォアグラの可能性もなきにしもあらず。でかいね、ここ。置いてるのは一緒、うん、多分一緒だよ。で、こういうのもある。ああいう甘い系のやつもあるね。うまい、食った。これも有名だったの。あ、オムレツある。うん、何する。あ、なんか、すごい、なんか美味しそう、これ。はるかいくん好きそう。でしょ。まさに好きなやつ、こういう。これなんだろうね。生ハムのタルタルみたいな。うん、タルタルだね。いただきます。これさ、カニと卵だと思ったんだけど。うん、何ですか。多分ね、チーズ。本当に。多分カニ？カニ？カニ？うん。じゃあいいや。え、カニ？なんかこっちのさ、乗ってる白いカニっぽいやつはチーズやったんや。わからん。あ、カニ？わからん。
タルタルが強くてわからない。でもチーズかもしれない。カニにしては硬い。上のだけ単体で食べてもわからん。味がないよ、なんか。カニかチーズかわからんってことなんてある？何かわからんでしょ。何これ、どっちでもない、もしかして。まあ、気を取り直してこっち食べてみよう。硬い。味がない、硬いやつ。同じような感じがするね、見た目。うん、味は一緒。サーモンが美味しい。見た目あるよね。食べよう。これちゃんと食べたことないんだよな。あ、そうなんだけど。タピオカ。タピオカ？いや、キャビアはタピオカ。タピオカと一緒よ。タピオカなのこれ。本当だ。キャベツプチプチしてた。なんか食べたことない。スイカオーダー、生ハムのタルタルかなと思ってんだけど、なんだろう、うん、オイリー。多分オリーブオイルとかかけてる。ちょっと脂っこすぎるな。脂っこいよね。でも甘み感じるわ。めちゃくちゃしょっぱい。種類が多い。この旗よく見るんだけど。うん。バスクじゃない。気になるけど。めっちゃいいよ。めっちゃいいじゃん。
違うんだけど。違うじゃん。こんなんいらんのだけど。これ一番嫌なやつだ俺。こんなんいらんよ。違うじゃん。食べや。これでも食べにくいな。あ、ふわふわじゃん。うん、甘い甘いお菓子って感じ。美味しくはない。美味しいとはならない。甘いやつ。食べてみ。全然美味しくない。これはもう味が分かるもんで、うん、みんなが頼んだら頼んだ。あ、これでも下のパイ系美味しい、うん、結構本当にみんな頼んでた。うわ、ゲンジパイのでかいやつ、うん、そうそうそう。だから味分かるじゃんで、うん、大体ちょっと知ってるゲンジパイと味が違う。そうけど、まあ似たような感じ。かつては鉄鋼業や造船業で栄えた町でしたが、重工業の衰退に伴い徐々に町の活気も失われていきました。そんな中始まったビルバオ都市再生プロジェクト。1997年グッケンハイム美術館が開館し、芸術の町として生まれ変わりました。お尻にホースを突っ込んで水をあげるね。Yes.
旅足。おらおらおら、おはようございます。旅する足です。今日今からですね、朝日を見に行きます。といってもですね、あ、すいません。はい、今7時40分なんですけど、まだちょっと暗くて、あの朝8時が日の入りだそうです。結構遅いよね。違います、日の出です。あ、日の出行っちゃったらダメですよ。朝8時が日の出で、夜8時が日の入りです。今の9月の後半はこんなマジで危ないよ。日本だと許されないよ、この高さ、この傾斜。怖っ。でかいよこれ。はい、住宅街を抜けると聞こえてきましたでしょうか、波のさざな、え、さざ波が。聞こえてきますか。ではどうぞ。ダダーン、すごい綺麗じゃん。やばいね。よかったね。うん、来てよかったね。うん、波めっちゃ高い、これやば、高くない？めちゃくちゃ。俺今、俺の身長より高いでしょ、こんな。全然高いでしょ、怖っ。あっち来ちゃった、あっちだよ、あっちだよ。不便，不便。那，来多。